コロナ前の日常にどこまで戻るのかということで、続いてはこちらの話題をお伝えします。はい、新型コロナの感染症法上の位置づけが昨日2類相当から5類に引き下げられました。これに伴い医療機関や高齢者施設などで対応の見直しが行われていますが、現場では難しい判断を迫られています。今日福岡市東区にある内科の診療所を訪ねると。こちらは何ですか？これは今日届いたパーテーションです。こちらの診療所では新型コロナに感染した疑いがある患者の検査や診療を昨日から始めました。このパーティションで待合室を区切り、他の患者と接触しないようにしています。これまでは限られた医療機関で患者を受け入れてきましたが、新型コロナが季節性インフルエンザなどと同じ5類に移行したことから、これからは他の病気と同じように全ての医療機関で受診できるよう段階的に拡大されます。現場では他の患者の診療とどう両立していくのか手探りが続きます。やっぱりその病院内で感染が拡大してしまうんじゃないかということ、それから今まで対応してなかったコロナの患者さんを診療するわけなので、その後の治療面で自分の知識がきちんと対応できてるのか、十分な治療を差し上げられないんじゃないか、そういう不安が多いですね。こちら椅子が独立しているとはいえスペースが狭く、どうしても患者同士の距離が近くなってしまうんです。そしてこちら出入り口は一つだけでして、コロナの感染者とそうでない人の動線を分けるのは難しいということなんです。そこで新たにこちらコロナの診療所を外に設けたそうです。発熱や咳などの症状がある患者は事前に電話相談をした上で、診療所の外で時間を限定して診察することにしました。しかし院長一人で対応に当たることや、通院する患者の半分以上が重症化しやすい高齢者であるため不安がつきまといます。福岡県では発熱などの症状がある患者の対応が可能な医療機関を発熱外来検索サイトで公表しています。昨日時点で2148の医療機関が指定されていて、このうち5類に移行後新たに患者の受け入れを始めたのは25の医療機関。受け入れには慎重な医療機関が多いのが現状です。難しい対応を迫られているのは医療機関だけではありません。北九州市八幡西区にある高齢者施設では2年半ほど続いた面会の制限を一部緩和することに決めました。これまで家族との面会はあちらのスペースに限定していましたが、これからは入居者の個室でも面会できることにしました。これまで面会はロビーなど専用のスペースに限り、アクリル板で隔てた上でフェイスシールドを着用してもらうなどの感染対策を取ってきました。5類への引き下げを受けて来週月曜日からは入所者の部屋で面会できるようにします。またアクリル板も撤去しました。ケイタの入学式ランドセルで起きたの。隣に座っての会話は久しぶりだという親子。お互いに聞き取りにくかったけど、今日はすぐね、ここで一緒に写真とか見せるね、全然違いますね。ちなみに来週からはですね、お部屋にも行けるそうです。それ待ち遠しいんですよ、本当に。一度も行ったことないからですね。で、いろいろほら洋服とかこういろいろコーディネートじゃないけどしてあげたいけど、やっぱりね、恥ずかしいね。家族はいつでも会える、一緒にいれるっていうのが本来の姿ですので、まあ、施設としても施設ではあるけれども、できるだけお家にいるときと同じような状況に近づけたいので。しかし5類に引き下げられたからといって
高齢者の感染の恐れがなくなったわけではありません。こちらの施設では今回新たに訪問者用のチェックリストを作成しました。リストでは施設入り口での検温をしたか、マスクを着用しているかなど感染対策を取っているかを尋ねた上で、面会に感染のリスクがあることを意識してもらう文言も盛り込まれています。感染するリスクが必ずあるという意識は持っておくべきだと思いますし、熱が出たからといって必ず PCR 検査しないといけないとかではないと思うんですよね、今後は、ですから、まあ、多分かかられててもわからないままの方とかも増えてくるでしょうし、医療機関や高齢者施設などでは難しい判断を迫られる状況がしばらく続きそうです。